もう単純にやったー嬉しい学園ものなのって聞く、大丈夫学園ものだけどもっていうのと、あの半々じゃないな、学園ものだけど大丈夫が3割ぐらい、嬉しいが7割ぐらいです。はい、大丈夫かな俺でっていう。そうですね、細川さんは本当なんていうんですか、よく見てらっしゃるので、あの稽古場のちょっとした雑談のちょっとしたなんか僕の言ったこととかがなんかこう台本に盛り込んでいただけたりとかすごくあって嬉しかったですね。あとはあの危ないデカシリーズの第1作目第2作目と、僕ちょっと髪の毛がだいぶ薄くなってきてるんですけど、そこをめちゃくちゃいじられるシーンがあるんですけど、あの毎晩あの大丈夫っていう優しいメールが来てました。はい、そうだったんですね。本当に嫌だったら言ってくれよっていう、はい、そういうメールが来て、あ、嬉しいなと思って。ですか、僕はあのさらばの方ですね、さらば危ないデカによろしくですか、あの2作目の方はあの最初僕一人で行って埋設みたいなのをやらさせていただいたんですよ。ただその時にあの村杉さんが犯人役として観客の中に一人混ざってるんですよね。で僕は当然村杉さんがそこにいるっていうのは分かった上で皆様に向かって埋設やるんですけども、その時の村杉さんが俺客だからねっていう顔でしれっといるのが本当に面白くて、俺なんならちょっとこっちの方 見てもないというか、なんかもう本当俺関係ないからみたいな感じでずっとこう正面の方素のなんかしれっとした顔でずっとこうなんていうんですかね、お客さんの一人になろうなろうとしてるその雰囲気があの本当にツボでした僕。はい、前回は皆川さんがちょっと怪我されたということで代役で庄司さんがお稽古とかやってくれてたんですけども、その時に上川くんがなんていうんですかね、肩になんかちょっとしたこう人形みたいなのをこういう風にやるシーンがあったんですけど、それを上川くんがなんか自分の靴下を手に入れて庄司さんの肩にこうやってこういう風にやってた時に、庄司さんがお前それ何つってちょっとイラッとしたのが面白かったですね。え、これ新しいあの洗った靴下なんで大丈夫ですみたいなそういう問題じゃねえよっていうことをあったのをすごい覚えてますね。どうなんでしょうね、乃木坂の皆さんはなんかすごく、まあ、美人というか綺麗で可愛くていらっしゃって、それでいてなんていうんですか清楚なイメージなんですけども、本当はどうなのっていうの知りたいですね。なんかもっとそのお芝居の中ではっちゃけてもしかしたらいただけたりとかしたら、僕のイメージとはギャップがあってすごく面白いことになるのかなとはちょっと思ったりしてます。はい、いや僕も最初そんななんか細川さんとか、もう舞台初めてやらせてもらって一番最初僕もすごい不安でしたけど、やっぱり細川さんとか諸先輩方がすごく優しいので、 なんか気にしてるんですけど、なんとなくこう気がついたらなんか馴染んでた、自分では馴染んでるつもりなんですけど馴染んでたみたいな感じがあるんで全然大丈夫だと思いますけどね、皆さん優しいですから。こんにちは、総出明宏です。今回もなんと細川組の舞台に出演させていただけることになりました。よろしくお願いいたします。今回は学園ものということで、すごく楽しみにしているんですが、出演者の皆様が、清宮さんと上川くん以外は全員40代以上ということで、40代の生徒役がもしかしたら見れるかもしれません。村杉さんの生徒役に僕は個人的に期待しております。ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。